めちゃめちゃ稼いでるから、俺もね、ああいう風にね、イケメンっぽくライトでやったらアイテム飛ぶかなと思って買ったの。そしたらさ、やってんのに大して来なかったからね、ふざけんなよ、マジで。これ買うわ、これ使うわ、じゃあちょっと久々に使おうかね。これライトつけて上からこうやって、ここに、なんだろう、カメラかけてやったらどうなるんだろう。どうしよう。あ、アンケートまだ募集中なんで、ぜひ。やって、あの、面白いか面白くないか。アンケートぜひお願いします。皆さん参加意欲を持ってくださいね。配信ね。コメントしたり、あれですよ。何でしたっけ。アンケートね。アンケートを、こう、普通に答えたりとかね。まあ、アイテム投げれる人は別に投げてくれれば、別に投げれない人は投げなくていいんで。はい。皆さん参加意欲、何かしらの参加意欲を持ってください。生放送っていうのはね、配信者とリスナー二人でね、作るもんです。双方で作るもんですから。はい。まあ動画声にはない、リスナーのコメントをね、こう拾って、配信を面白くしようみたいなのがあるから、あ、ちなみに不正してないですからね。本当に不正とかしてないですからね、まだ。ここ映してたけど、ちょっと待って。これライトどうやってつけるんだっけ、これ。つけ方が。あれ？コンセントどこだ？ちょっとコンセント絡まってるんで。コンセントが絡まっとるな。ちょい！ちょいちょいちょい、おっしゃ。コンセント入れます。ちょっと待ってね。ちょっと待ってください。どうしよう。おえい！いきなりついた。どうだろうこれ。まぶしい。これで。この上にかけたらどうなるだろう、どういう風に映るんだろう。ここの上から撮ったらきついかな。どうだろうな。やっべ、ハゲてんのかわかんない、これ。上から撮るとハゲがやばい。これライト返した方がごまかせるかな。ハゲ方がやばいな。映っちゃう気がする。ちょっとあかんぞ、これ。やばいな。上からライトってこんなハゲ目立つんだ、やばい。新しいぞ。ザ・ワールドですよ。新しいワールドだな、これ。上からこの光ありで撮ったことない。あ、モニター邪魔やな。こんな感じかな。ちょっと待って、うまく。もっと引き取れ。どれぐらいの、どれぐらいか。カメラの調整難しいんだよな、うまく引っかからないから、これぐらいかな。ちょっと皆さん、モニター邪魔だけど、しょうがないな。モニター、これ、つながってるからね、うまく。なんとか、これモニター気になるもんね、これ。どうしようか。まあ、いっか、まあ、しょうがない、これで我慢してもらえます。モニター後ろに、あ、倒れちゃう、倒れちゃう。俺こういうの結構気になる人なんで、モニターがちょっとあるだけで気になるみたいな。こんな感じかな。大丈夫、これモニターここにちょっと映ってるけど気になんない？大丈夫、大丈夫。結構こういうの気になっちゃうから、手前にちょっとモニターあるだけでちょっと気になるじゃん。いい、これで。意外と俺そういうとこ完璧主義者なとこあるから。お湯を入れる、お湯入れてきます。お湯持ってきますわ。洗うから俺が。
湯切りにこの鍋を。沸いたよみんな沸いたぜおいおい沸いたぞおいねえちょっと待ってねストップウォッチこれ3分これ何分ギガマックスって何分だ3分だよね3分これ誰か教えて3分普通のペヤングは3分じゃん。やばいな。ハゲマジで見るやつ。3分。俺さ、これさ、あんまりこういうの測ったことないんだけど、測ってみようか。せっかくストップバッチャルかって。手垢すげえな、これ。手垢やば。俺、もう結構油症だからね。あ、でもさっきね、あのね、豊木さんが言ってましたが、なんか攻略のコツは、水の湯切りを早めることらしいんですよね。だから、3分、1分、いや、1分は食えないな。2分ぐらいにしとくか。あまりにもこうたくさん、ね、お湯を入れた状態だと水が水分が増えるからその分空量が減るらしいんですよ、まあ、それぐらいは戦略としてねズルではなく戦略としてありだと思うんだけどだちょっと若干2分ぐらいでやってみますかこれぐらいは別にありでしょ戦略としてねじゃあちょっと2分ぐらいやってみようかこれさ、湯切りってさ、完全に入れたところからかな。いや、ちょっと入れるわ。長いわ、うるせえんだよ、マジでよ。少しぐらい引っ張らせろや、マジでよ。ねえ。こうあったら、だって俺がこれ食わった瞬間、閲覧一気に減るんでしょこんぐらいちょっと引っ張って何が悪いの、マジで。じゃあ、入れますよ。髪の毛入ってる。よし、じゃあストップウォッチちゃんと完全に入れ終わってからストップウォッチを夜間置いてくるわYouTuber っぽいな。なんか YouTuber っぽくない ?YouTuber っぽくない?僕の大好きな、金目窓かを上に乗せて蓋を塞ぎます。やったー!これで、金目窓かの魔法がかかって食べれる気がする!だいぶ陥没しちゃってるけどね。陥没しちゃってるけど大丈夫?あ。じゃあ2分ぐらいにしとくか。2分ぐらい。いや、これ時間との勝負だね。これチャーハンと一緒ですよ。チャーハンのね、卵を炒めすぎたら美味しくないっていう、これ時間の勝負だね、これは。ちょっと似てる、チャーハンの感覚と。ほんと2分マジでこれ勝負やからなこれな2分勝負やからこれマジで、うん、2分勝負だからこれここだーわーわーああ湯切りどうやここかしまったここ開けてなかったここ開けてなかったよし行くぞあっついあったあったあったあ、そうだ、アンケ、そうだ、アンケ結果出します。湯切りした後、アンケを